それでは、テクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回はですね、PDF の作成機能をご紹介したいと思います。と、皆さん PDF なんかは普段やっぱり結構使われますかね？どうでしょう？はい、PDF は四六時中使ってますね。まあ、PDF かなり利用頻度は高いですよね。そうですね、リブレオフィスから PDF に吐き出すこともよくありますね。はい、まあ、あのレイアウトを固定した形で渡せるので、結構こう外とのやり取りでも、対応する機能だと思うんですが、こちらですね、今日はちょっと紹介していきたいと思います。で、単純に作ることもできるんですが、リブレオフィスですね、PDF の出力のところで、結構いろいろな多様な機能を実は持っているというところを知らない方が多いので、今日はそのあたりをですねご紹介できればと思っております。よろしくお願いします。で、まずですね、まあ、画面の方ドキュメントが一つ出てると思うんですが、で、まあ、一番端的にこう PDF を作る方法としては、このツールバーにあるこの PDF ボタンですね、これを押すというのが一番早いですね。実際作ってみましょう。で、クリックするとファイルの保存先が聞かれるので、ここでファイル名を指定して保存をしますと。としていただきますと、このようにですねファイルが出来上がります。で、これを、まあ、開くと PDF が、まあ、出来上がってるわけですね。まあ、これが一番簡単な作り方かなというふうに思います。で実際にはですね、このボタンを使う他に、別のメニューが実はありまして、ファイルのですね、このエクスポート、次の形式でエクスポートというところに、PDF の出力のメニューが2つあるんですね。で、直接エクスポートというのが先ほどのこの PDF ボタンと同じもので、単純に PDF をそのまま出力するというのが、こちらの直接エクスポートというやつですね。で、今回特にご紹介したいのはこちらの通常のといいますかね、PDF としてエクスポートというこちらですねをご紹介したいなと。で、クリックしますと、それ専用のダイアログがですねこのように表示をされます。で、この範囲というところが結構親しみが多い、あるかなと思うんですけど、全ページを出力するだとかですね、またはあの1ページ目だけを出力しますなんていうのがですね、ページを指定をして出力できます。そうすると1ページ目だけを指定したので1ページだけの PDF ができますっていうのがこのページの指定ですね。ページ指定もできたんですね。あ、できます、できます。めちゃ全然見てなかったな、そんな日のあることを意識してなかった。あ、これの印刷と同じで、例えば1ページ目と3ページ目と5ページ目だけを作りますよなんていうこともですね、ここで指定をすることもできるようになってます。あとは逆に、はいはい、ハイフンでつないだりとかもできる。あ、できますね、はい。むしろ複雑なオプションの方にばっかり目がいってて、そこの範囲のところを見落としてましたね。あ、はいはいはい、結構そうですね。ここに実は範囲という一番使いそうなものがあります。で、次がですね、この画像というカテゴリーですね。で、ここはですね、まあ、PDF に出力する際にドキュメント内で使われている画像の画質をどの程度を持たせるかという部分なんですけども、で、完全に同じ画質を保ちたい場合にはこのロスレス圧縮というものになりますね。で、画像の解像度を下げるというところもオフにして、これでエクスポートをしてあげると、失礼しました。
形状指定したままだった。すべてでロスレスで、エクスポートと。はいはい。そうしますと、7メガのドキュメントに対して8メガの PDF が出来上がりますね。大きいですね。大きいですね。読み込みにもすごい時間がかかっている、はい、あ、ちなみにこれ画像がボケてますが、これはもともとボケた画像を入れてます。圧縮関係ではありませんのでご注意ください。なるほど、はい。まあ、こんな感じで、大きいけども代わり画質的なロスは全くない状態でのエクスポートということがまずできます。でそれではちょっと使いで悪いので、じゃあ小さくしていきましょうと。でまず JPEG の圧縮率というものを指定することができます。 90% だとほとんど見た目には変わりがないんですけども、これを例えばじゃあ、もう 30% ぐらいまで落としてしまえと。でまたは、画像の解像度を下げるということもできます。まあ、一番小さくしてみますか。でこれでエクスポートをすると、さあどのぐらいまで小さくなるかというと、ドンと、もう100キロまで落ちましたね。だいぶ、それはまたちっちゃいですね。かなり小さいですね。まあちょっと比較が難しいですけどね、はいはい。でもともとボケた画像なんですが、見るからにちょっと画質落ちてますよね。落ちてますね、はい。まあそれで許容範囲かどうかっていうのは、いや試行錯誤が必要でしょうね。そうですね。であとはドキュメントの用途に応じて、画質が小さくても構わないという場合にはですね、これ思い切り小さくしてしまうということもできるかなと、はい。まあ、この辺でですね、まず画質の指定ができますと。で次なんですが、透かしを入れることもできます。うん、これはつまり誰が作った、何でしょう、作ったドキュメントを誰かがこう変な風に悪用してしまわないように、こんな感じで、透かし彫りを入れることができるんですね。あ、こんな感じですね。もうモロ入ってますね。はいはい。まあこうしてしまえば、これを誰かがですね、見る以外に勝手にこう悪用するということが難しくすることができると。まあ、こんな機能ですね。で、ここからさらに右側が多種多様なメニューがあるんで、まあはっきり言って。ご紹介しきれないというところなんですが、この中から一つご紹介するとすると、あ、いくつかあるかな。でもハイブリッド PDF というのがあります。でこれどういったものかというと、PDF の中にこの元になっている ODF のファイルをですね、埋め込んでおくことができるという、ちょっとリブレオフィス独自の機能なんですが、保存すると7メガのドキュメントから7メガの PDF が出来上がったのがわかると思います。でこれ、あ、指に変わらなかったですね。あ、もう一回お願いします。はいはい。意外に小さかったですね。あ、巨大にはならないですね。はい、うん。でこれをですね、画像が2つ入るわけじゃないんだ。じゃないですね。でこういった自体をリブレオフィスから開くとどうなるかというと、開いたかな？あ、開きましたね。そうすると普通 PDF をリブレオフィスで開くとドローで開いて画像としての編集に近いイメージになるんですけども、これ見ていただくと分かるんですが、ライターで開いてますよね。つまり先ほど埋め込んだ PDF の中に埋め込んだドキュメントの原本を開いている状態になっているということですね。まあ、そうですね。ODF のファイル
を読み込んでるってことですね。そういうことですね。はい。まあ、これもですね、PDF でありながら ODF を直接編集できるということで、おそらく、便利な場面が あるだろうというふうに。今のやつは画像圧縮したファイルなんですよね、はい、今の PDF は、ね、ですね、PDF の方は圧縮されてますね。圧縮されてる、ね、はい、だからそれが100キロぐらいになってて、元のやつが7メガぐらいあって、はい、そういうことですね。はいはいはい、なるほど。ただここチェックボックス使った後外しておかないといつまでも原本入りの PDF を吐き出してしまうので、うん、ここは注意が必要かなと。確かに送りたくないのに埋め込んで送ってると、そうなんですよね、危ないかもしれない。はいはい、うん、そうですね。とそれからこちらアーカイブ PDF というのがあるんですが、これ最近ですね、コンプライアンス絡みで使うところがもしかするとあるかもしれないんですが、PDF をですね、長期保存用のものとして指定された形式というのがありまして、まあ、この形を出力するということができるようになってますと。ちょっと一言で説明しにくいんですが、会社によってはこの形式で文書を長期保存しなさいよというふうにですね、言われる場合がありますので、その場合にはここチェックを入れてくださいと。たぶん、機能を制限してるんですよね、PDF の中の。あ、そのようですね。はいはい、だ最新の機能とかいろんなものがてんこ盛りになってるんじゃなくて、割とオーソドックスでいろんな環境で読み込みやすい形式の PDF にしてくれるということなのかもしれないですね。まあ、そのようなものみたいですね。はい、で次が、PDF フォームというものなんですが、これも意外と知らない方多いと思うんですけども、例えばですね、お名前の入力をしてほしいですというときに、ここにテキストボックスをこんな感じで追加をして、うん、でこれをエクスポートすると、するとどうなるかと言いますと、ここにですね、入力フォームが実は出来上がるんですね。PDF ビューアーで見てるんですね。そうです。ただの PDF ビューアーなんですが、入力ができると。おで、これ保存ができるんですか？残念ながらですね、保存はできないと思っていただいた方がいいと思います。まあ、ビューアーの機能でそういうのがあることもあるかもしれないですが、基本はテンポラリに、入力をして、例えばこのまま印刷をすると、はいはいはい、で、一度閉じてしまえばここはまた、消えてしまうということになるんですが、まあ、PDF でありながら入力を行うことができますよ、ある程度ですね。まあ、そのような使い方ができるものになりますね。あれかな、もしかして印刷時に PDF 例に印刷したらまた PDF が生成されるってことですね。そういうこともできますね。印刷経由で PDF を出力できる環境の方もいると思いますので、そういう場合には、ここから印刷して名前入りの PDF を出力するということができますね。うん、保存できるのかな、保存できそうな雰囲気なんですけど、どうなるの、どうなんだろう、違う名前にしたらどうなるの。でもこれはあくまで、あれですね、ビューアーの機能としてできるかもという話。はい、あると思うんですが、できると便利ですね。名前は入ってる、入ってるっぽいです、ね、入ってるっぽい、やっぱ保存できるんだ。まあ、ピュアによるかもしれないですけど、まあ、Ubuntu 標準のドキュメントビューアーは有能ということですね。結構、じゃあこのフォームも使いでいいかもしれない。そうですね、使い勝手いいかもしれないですね。はい、私が使ってるビューは多分ダメですね。あ、すごいシンプルなの使ってるので。はいはいはい、スマトラとかですね。ああ、よくご存知で。いや、スマトラ好きです。はい、ビンゴです。当たりました。はい。で、まあ、いろいろ他にもあるんですが、一旦ここは置いておきましょう。で、あと、ここに行くと、PDF を開いたときに、どのような画面構成にするかというふうな、画面構成というか、
どのようなページの場所だとかをですね、開くかというところを細かく指定することができるようになっています。ただこれもやっぱりですね、この指定通りに動いてくれるかというのはビューアー側に依存するということになりますね。対応しているビューアーだったら結構便利ですよね。そうですね、特定のページを最初に開くなんていうことがここでできるわけですね。高度な設定だということですね。そうですね。あと同じようにこのユーザーインターフェースを制限するということもできるようになっています。ほう、フルスクリーンで開くだとかですね、ほう、メニューバーを出す出さないみたいなやつ、ね、あれは多分プレゼンしたいとかそういう時かもしれないですね。あ、そうですね、ダブルクリックした時に、全画面モードってどうするんだっけ、ショートカットはなんだっけって毎回迷ってるような人は、ここでフルスクリーンで開くようにしておけば何の迷いもないという。でも知らない人がファイル開いて突然フルスクリーンになったらびっくりします。はいはい、確かに警告なしにそうになると、はいはい、どうやって戻すんだろうみたいな、はいはい、ただまあそれがそう動いてくれるかどうかもやっぱりブラウザービューアー依存ということにはなりますね、はいはい。でそれからリンクというところなんですが、これはPDF の中にハイパーリンクを埋め込んだ時の動作を指定するというふうになってます。ここも一旦、置いておきたいと思うんですが、で次はセキュリティですね。ここは結構使うかもしれません。PDF にパスワードを設定するということが、まずできるようになってます。たまになんかメールで送ってるときにパスワード設定しますみたいな話はありますよね。はいはい。で開くときのパスワードと、あとはですね、はい、それ開いてからの動作の部分の制限というところで、それぞれ、別のパスワードを設定するようになってます。でこれで OK をすると、例えば印刷のできるできないまたは低解像度までを許すみたいなものだとかですね。であとは、PDF への変更をさせるかさせないかですね。あとは中の文章のコピーをさせるかさせないかなんていうところがここで、指定できるようになっていると。ちなみに内容のコピーできるかどうかって実際にできるんですかね。これでエクスポートしてみますか。エクスポートしまして、PDF が相変わらずハイブリッド PDF にしたって言います。すいません気をつけましょう皆さん。あでここで、パスワードを設定をします。入力をしますと。で、まず開けますね。で、ここコピーできるか。あ、できてますね。あ、できない。あ、できた。どうだろう。貼り付けはできますか。他で。できちゃいましたね。コピーできてますね。あんま聞いてない。まあ、これはやっぱりビューアー側で、この制限に対してちゃんとこう付き合ってその通りの正確な動作をしてくれるかというところにも依存してくるのかなと。まあ、ビューアーがそんなめんどくさい実装をしてなかったらあんまり意味がないってことですね。そういうことですね。まあ、このあたりは、必ずしも有効ではないというところでは注意をしていただいた方がいいかもしれないですね。はい。まあ、ただこのような形でですね、開くときのパスワードなどをからですね、設定をすることができるようになってますよと。あんまりセキュリティっていうほどではないんですけど、まあ、一応なんとなく言い訳ぐらいにはなるっていう程度ですかね。そうですね。所詮そのローカルファイルに設定したパスワードですから、ブルートフォースなんかにはどうしても強さに限界がありますので、ある程度そのあたりは踏まえた上で使っていただくというのが前提にはなるかなとは思います。そうですね。まあ、さっきみたいに4文字だったら一瞬ですもんね。そうですね。1秒かからないですよね、はい、ツールで解いたら。そうですね。はい。まあ、一応そのような機能がありますというところですね。はい、で最後はデジタル署名ということ で、こちらはですね、この PDF を作ったのが誰かというものを認証局からの証明付きで、相手に対して証明を行うことができるというものになります。
でこちらもちょっとですね、実際にお見せするには込み入った機能になってしまうので、今日は一旦差し置きますが、そういったですね、署名付きの PDF を作るということもできるようになっているというところだけ覚えておいていただければと思います。普段は使わないかもしれないですけど、結構厳密な、ね、あの今の確定申告の時期とかだったらなんか、はい、署名しとかなきゃいけないみたいな。あ、でもリブレスの署名でいけるのかよくわかんないですけど、電子署名が必要じゃないですか、今。はいはい、デジタルのものっていう。だから、そういう署名は今後重要にはなってきそうだなっていう。そうですね。はい。といったところでですね。まあ、ざっとこちらの PDF 出力機能をご紹介していたんですが、どうでしょう、何か使えそうな機能はありましたですか？そうですね、さっきのその PDF フォームは私今まで思ってた保存ができるということだったので、できないと思ってたんですけど、はいはい、これが理由にできるということであれば、結構もしかしたら使いが今後増えてくるかなと。そうですね、はい、ね、うん、で先ほどはあの名前入力ができますという形だけでご紹介したんですが、実際にはこうデータをどこかへ送信するという設定もできそうですので、このあたりもちょっと深めてみると便利な使い方が見出せるかもしれないですね。なるほど。ですね、なんか PDF もいろいろ高機能ですね、全部使いこなすのは大変そうですが、まあ、はい、いろいろできるということは分かりますね。はい、まあ、こんな形でですね、この LibreOffice の PDF 出力機能、うん、結構高機能、まあ、もう短時間では紹介できないぐらい機能が詰め込まれてますので、ぜひですね、こちら使いこなしてみていただければと思います。はい、といったところで、今回のテクテクリブレオフィスは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。